どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、アメックスプラチナカードの、ポイントク、プログラム、2倍キャンペーンっていうのをね、やっておりますんで、今回ねこちら解説と、アメックスプラチナのクレジットカードのね特典っていうのもね、一緒に、解説やっていきたいと思います。まあ私の動画のチャンネルでね、このアメックスプラチナっていうのはほとんどね触れたことがないに等しいぐらいね、やったことがないクレジットカードなんですけども、まずねこのアメックスプラチナの基本スペック、見ていきたいなと思うんですけども、クレジットカードね詳しい方はね知ってると思うんですけども、このアメックスプラチナの、クレジットカードですね、年会費13万円するクレジットカードなんですよね。1万3000円ではなく13万円ですね。こちら税込みにすると14万3000円かな、まあ、するクレジットカードでかなり高いですよね、年会費が。クレジットカードの、動画をね結構上げている方は、まあ、保有している方もね結構多くて、まあ、私自身もね、まあ、いつか発行してみたいなって思うねクレジットカードなんですけども、特典ね、見ていこうかなと思うんですけども、まず家族カードが4枚まで無料で発行できます。これ結構すごい特典ですよね、しかもこれがね全部無料なんですよね。で基本還元額は100円で1ポイントっていうクレジットカードとなります。で、ポイント以降なんですけども、まあ、1000ポイントがそのまま、1000 ANA 前に、ね、交換できたりとか、まあ、その他の航空会社だと、1250ポイントが、1000マイルになったりっていう感じなんですよね。でこれアメックスプラチナ利用しているとね、ラウンジがかなり利用できます。まずクレジットカードラウンジね利用できますね。プラス、海外のアメックスの提携ラウンジ、まあ、こちらはですね、結構あるんですよね。このプライオリティパスって、まあ私のね動画でねプライオリティパスで入れます、入れるラウンジですみたいな、まあ、こういうところでもですね結構プライオリティパスをね持ってなくてもアメックスプラチナを持ってるだけで入れたりっていうねところも結構あったりするんですよね。でさらに、このアメックスプラチナにはねプライオリティパスがついております。でさらに、アメックスセンチュリオンラウンジっていうね、こちらアメックスプラチナとアメックスセンチュリオンを、持っている方限定の、空港ラウンジっていうのがねあるんですよね。まあこれ残念ながら国内にはないんですけども、まあ、海外にね香港とあとアメリカだったかなとかにあるんですけども、まあ、こちらはまあ限定の人が、ね、入れるラウンジになります。で、それ以外にデルタ航空のラウンジが利用できます。ですので全部でねラウンジはね5つラウンジ利用できるんですよねすごいですよね。さらに特典が続きます。航空会社の、サービスとして、手荷物宅配サービス、自宅から空港、空港から自宅、こちらね無料で2つ、送ることができます。これも結構すごい特典ですよね。対象は羽田成田関空中部っていう風になっております。次に、ホテルステータスですね、マリオットボンボイゴールドステータス、ヒルトンゴールドステータス、ラディソンゴールドステータス、シャングリアのジェイド会員っていう、こちらの、ね、4つの会員資格がね、もらえることができます。次に、ファイン&リゾート FHR、まあ、こちら結構聞いたことある方ね多いかと思うんですけども、まあ、多くないかな、まあ、あの SPG アメックスとね結構比較されるのは、まあ、結構このサービスだったりするんですけども、まあ、こちらねホテルの客室のアップグレードだったりね朝食など特典がつくっていうものなんですよね。まあ、こちらが利用できる。で、毎年ねフリーステイギフト、毎年1泊のねホテル宿泊券がもらえます。まあ、こちらね SPG アメックスとねすごい似てるような特典に結構見えるんですけども、まあ、こちらね結構使いづらい特典みたいで、週末が利用できなかったりとかね、まあ、ホテルも限られてたりとか、このホテルステータスがね付与されているにもかかわらずこのホテルステータスが利用できなかったりっていう話もね聞いたことあるんで、ここはねあんまりなのかもしれないですね。それ以外に、ダイニングアクセス、こちら2名分利用する、予約すると1名無料っていうサービスですね。あと、プロテクションサービス、このねプロテクションサービス保証系のね特典すんごいたくさんあるんですよ。ですんで、ちょっと割愛させていただいていますけども、特にねすごいのは、ホームウェアトップロテクションっていうねアメックスプラチナにはこの特典があるんですけども、
こちらね、所有している家電が破損した時に費用を負担してくれるっていうね、この特典、これすごい特典なんですよね。破損した場合に費用を負担してくれる保険って、なんだこの特典って感じですよね。しかもこれね、すごいところはですね、アメックスで支払ってなくても特典もらえるんですよね。ですけども、スマホは NG なんですよ。ですんで、あのタブレットとかね、まあ、そういう、のを結構持たれてる方は落として壊してしまったりとかね、ありますよね、うん、そういうのも対象になるっていうことですんで、よく物を落としたりっていうのはね、あれかもしれないんですけども、これアメックスプラチナで支払ってないものもね、対象っていうのはね、かなりすごいサービスですよね、うん、ですね、ここでね、結構元取れてるっていう方もね、中にはいらっしゃるみたいですね。その他の保険ですね、海外旅行保険をはじめかなり充実しています。まあ、こちらね、ちょっとね、紹介してるとちょっとキリがなくなっちゃうんで割愛してますけども、中にはね、個人賠償保険とかもね、入ってたりするんですよね。うん、これもすごいですよね。次ね、コンシェルジュサービスですね。アメックスプラチナのね、コンシェルジュ、こちらやっぱりすごいっていうね、話を私の動画のチャンネルでもね、結構させていただいておりますけども、こちらね、かなりすごいんですよね。うん、まあ、私が、まあ、ニューヨークのね、予約取った時も、アメックスプラチナだとね、行けるところが、他のプラチナコンシェルジュだと断られるっていう店はね、結構ありました。で、うん、アメックスプラチナのね、コンシェルジュサービス、特にね、海外旅行時のレストラン予約とかね、かなり重宝するみたいですね。で、以上がね、アメックスプラチナの、特典、まあ、結構ね、割愛させていただいておりますけども、今言ったね、特典が、まあ、ほとんどの特典がね、家族カードでも受けられるっていうのがね、このアメックスプラチナのすごいところでもあるんですよね。もちろんちょっと今言った中にもね、使えないものはあるんですけども、まあ、ほとんどが利用できるということですんで、まあ、年会費13万円しますけども、まあ、これがね、家族4人とかね、そういうふうな構成でね、利用していただくと、まあ、年会費がね、4人分って考えると、まあ、そこまでね、悪くないクレジットカードなのかなっていうふうに思うわけなんですよね。で、今回のこのキャンペーンなんですけども、ポイントがね、2倍になるっていうキャンペーンでございます。期間がね、2020年の4月22日、14時から7月の20日、23時59分の約3ヶ月間っていう風になっております。で、対象カードはアメックスプラチナと、アメックスセンチュリオンカード、この2つだけっていう風になっております。で、特典としては、まあ、本来100円で1ポイントのところが、まあ、100円で2ポイントもらえるっていうキャンペーンですね。で、新規の方は、メンバーシップリワードにね、無料登録が必要っていう風になってまして、こちらね、2週間ほどかかるみたいなんで、まあ、入ってない方いらっしゃらないと思うんですけども、もしね、登録してない方は登録完了からね、ボーナスが付与されるということですんで、この点をね、注意していただけたらなと思います。で、このね、アメックスプラチナっていうクレジットカードですね、ボーナスポイントプログラムと、海外利用ボーナスプログラムっていうものが別にありましたね。この特典を利用すると、100円で3ポイントっていう風になるんですよね。対象店舗は Amazon、JAL、Yahoo、Yahoo ショッピングとヤフオクですね。プラス iTunes、HIS、Amex、トラベルオンライン、海外利用分。まあ、この今言った中はですね、すべて100円で3ポイントがね、貯まるっていうのが、このアメックスプラチナのね、特徴でもあって、ここをすごい利用するっていう方はですね、100円で3ポイントつきますんで、こちらそのままね、100円で3マイルっていう風になりますんで、まあ、かなりすごいですよね。このアメックスプラチナはね、かなり、マイルが貯まるクレジットカードとなっております。で、これはね、もともとこのプログラムで100円で3ポイント。で、今回の、キャンペーンが重複されるということですんで、通常1ポイントと、リワードプラスボーナス2ポイント。で、今回の、ボーナスポイント1ポイントで、合計でね、4ポイントっていう風になりますんで、100円で4マイルが貯まるクレジットカードっていう風になるんですよね。しかも期間は3ヶ月ということですんで、かなり長期的にね、マイルが、100円で4マイルね、貯まるクレジットカードってなりますんで、かなりすごいですよね。
で最後にですね、アメックス、プラチナカードね、入会検討されている方はですね、ぜひ、紹介制度をね利用して発行されることをお勧めします。今現時点ねアメックス、クレジットカードは、まあ、基本的に紹介制度を設けておりまして、3ヶ月以内に、10万円で2万ポイント、50万円で2万ポイント、3ヶ月以内に100万円決済で2万ポイントということで、通常の決済分1万ポイントを入れてね最大7万ポイント獲得できるねキャンペーンやっておりますんで、まあ、これがねこのまま7万マイルっていう風になりますんで、もしね発行検討されている方は、キャンペーンねぜひ乗ってから、利用されることをお勧めします。周りねアメックスのねクレジットカード持ってる方ねちょっとぜひ探していただいて、発行されるとポイントがねもらえますんで、ぜひ、利用してみてはいかがでしょうか。いかがだったでしょうか。今回はアメックスプラチナの、特典と、キャンペーンね、解説させていただきましたけども、100円で4マイルが貯まるクレジットカードですからね、かなりすごいですよね。ちょっと年会費がね13万円するっていうのはねちょっとね高いですけどもね、まあもしね、こちらのキャンペーンに乗っていきたいっていう方はですね、ちょっとね13万円のクレジットカード、発行してみてはいかがでしょうか。まあ、私もねいつかねこのクレジットカード保有したいと思ってるんですけども、っていう感じですね。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです。今回の動画で、紹介させていただいたアメックスプラチナの特典なんですけども、ちょっとねかなり、特典多くてですね割愛させていただいております。その点だけはねちょっとご了承していただければなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。